ベンジャミン・グレアムベンジャミン・グレアムはアメリカ合衆国の経済学者。今日でもよくバリュー投資の父、ウォール・ストリートの最長老と呼ばれるプロの投資家であった。グレアムが最も知られているのは億万長者の投資家、ウォーレン・バフェットの育ての親としてであろう。バフェットはコロンビア大学でのグレアムの教え子の中で唯一 A プラスをもらった生徒である。 他によく知られているグレアムの生徒には、ウィリアム・ルアン、アービング・カーン、ウォルター・シュロス、チャールズ・ブランデスがいる。バフェットはグレアムを堅固な知的投資の骨組みを確立した人物として信頼し、グレアムを父親に次いで影響力のある人物であると語っている。グレアムは、バフェットとカーンに多大な影響を与え、彼らは自らの子供をグレアムと名付けている。また、 1938年の彼の国際商品準備通貨構想はジョン・メイナード・ケインズのバンコールに大きな影響を与えた。グレアムは1894年にロンドンのユダヤ系の家庭にベンジャミン・グロースバウムとして生まれる。彼が1歳の時に一家はアメリカに移住した。1914年、彼はコロンビア大学で学士の学位を得る。卒業前に彼は 哲学、数学、英語の三つの異なる学科で授業を担当することを申し出られたが、ニューヨークの証券会社に入社する。その後1926年に、ジェローム・ニューマンと投資会社、グレアム・ニューマン社を設立。1928年には、コロンビア大学のビジネススクールで教弁を取り始める。1929年、グレアムは、株価大暴落とそれに続く。 世界恐慌で経済的に追い込まれた状態となり、これをきっかけに健全な投資についての研究を始める。1934年、デビッド・ドットとの協調、証券分析を出版。同書は本気の投資家にとって執筆されて、以来最も権威ある書き物であると考えられている。証券分析と1949年に出版された、賢明なる 投資家の2冊は最も広く称賛される書籍である。ウォーレン・バフェットは1976年にグレアムが亡くなった直後にファイナンシャル・アナリスト・ジャーナル氏に追悼文を寄せ、懸命なる投資家は証券分析分野の出版物で辞典の候補を挙げることさえ困難な最高の書籍であると述べている。1956年、グレアム・ニューマン社が解散し、以後、 ニューヨーク金融協会理事、証券アナリストセミナー表議員を歴任する。グレアムは、投資とは、詳細な分析に基づいたものであり、元本の安全性を守りつつ、かつ適正な収益を得るような行動を指す。と定義する。そして、投資には、投機的な要素があるものの、この要素を、最小限に抑え、いつやってくるか、我が習い不況に対して、財政的、 心理的に備える必要があると説いている。グレアムは投資を行う際必ず守ってもらいたいこととして企業の有形資産価値を大幅に上回る価格の株には手を出さないことを挙げている。そして実際に株式を購入する際は過去10年かそれ以上にわたってその企業が安定した収益を上げており。 将来起こりうる低迷に備えた十分な規模と財政的な力を備えていることを確認しなければならないと述べている。グレアムが購入した株式の大半は割安株であった。上記の原則を守り企業が内在する価値以下の金額で買う方針を取ったのである。いわゆる成長株には本来その企業が有している収益力をはるかに上回る株価がつくことがある。 人気が高いこういった銘柄には将来の収益に対する控えめな見積もりから十分な安全域を確保できない株価がつく傾向があるが割安株は株価がその企業の持つ評価額よりも安い状態にあるため計算ミスや運の悪さを十分にカバーできる安全域があると説くグレアムが重視したのは会社の将来の成長性に対する思い入れではなく その銘柄が逆境に耐えうる能力があるかどうかという点であった。市場から過小評価された株式を購入するというのがグレアムの取った投資方針であった。グレアムは株主は株式をビジネスを受領できる所有権として考えるべきであると勧めた。心にそのような見方を持って株主は気まぐれな株価の変動にあまり気を煩わすべきではない。 短期間で見ると市場は投票機会のように振る舞うが、長期間で見ると重りを図る機会のように行動する。つまり長い目で見れば、株式の価格とその本来の価値は等しくなる。グレアムは投資が最も能率的になされるときに投資が最も知的になると教える。バフェットはこの真実をこれまでに書かれた投資についての言葉の中で最も重要な言葉であるとみなしている。 グレアムは投資家は会社の財務状況を分析することに時間を費やすべきだという。他人が自分に同意するかしないかということで株式投資家が間違っていたり正しかったりすることはない。事実と自分の分析が正しいから自分は正しいと彼は述べた。グレアムの好きなグ話ワはミスターマーケットという毎日株主の家のドアの前に現れては毎日違う価格で 株の売買を持ちかけてくる親切な人物の話である。ミスターマーケットによって提示される価格はしばしば妥当なように思えるが、それはしばしば馬鹿らしい価格の時もある。投資家は彼の提示した価格に同意し取引してもよいし、彼を完全に無視してもよい。いずれにしろ、ミスターマーケットは翌日も他の株式の価格を引き合いに投資を持ちかけてくるのだ。問題は、 ミスターマーケットが気まぐれで提示してくる価格に振り回されてはいけないということである。投資家は市場に参加することではなく市場の愚かさから利益を得るべきである。投資家はミスターマーケットがしばしば行う不快な言動に対して過度に気をとらわれるよりもむしろ現実世界の会社のパフォーマンスに注目し割安な株式を取得することに集中する方が良い。彼は 会社の財務状態の分析なしに価格が高騰しているという理由だけで株式の取得を進める人間に批判的であった。この観察は今日も極めて妥当である。ありがとうございます。